田久保武のスピリチュアルライトトーク。田久保武です。このラジオは心理ど真ん中のスピリチュアルの知識を日常に生かすための情報をお届けしています。今日はありがとうという言葉や感謝を表現する言葉、ポジティブな言葉を繰り返し唱えるなど形式的な行法の効能についてお伝えします。でよくね、このありがとうという言葉を何回も何十回も唱えるといいよみたいな、そういう教えみたいなのがあるよね。で、そういうね、ありがとう何回も何回も唱えることって本当に効果があるんですかとか、そういう質問をよくいただいたり、あとね、これ別の角度でレターいただいたんだけど、紹介するとね、以前何があってもとにかく前向きな言葉、ついてる、ラッキーなどを言ってることが大切だ。その言葉は自分の潜在意識が効いてるから、みたいなことをよく聞きました。少しやってみたこともありますが、確かに良い影響も感じますが、なんか燃費が悪く疲れてしまう感じもします。なぜこういった矛盾が起きるのでしょうか。っていうね。そういう意見もいただいてるんだよね。で、この辺ね、総合的に田久保の見解を話すと、ありがとうというこのポジティブな言葉、感謝の言葉を何回も何十回も何百回も唱えることが、とてもいい作用があるよっていうことは、これ事実だよね。さっきね、何回かやってみたけど、ちょっと疲れちゃったっていうね、そういった発言があったけど、これはその仕組みをもしかしたら自分の中で正しく腑に落ちてない可能性はあるかなって感じるんだよね。でね、なんでありがとう、まあ別にありがとうという言葉だけじゃないんだけど、こういう感謝の念であるとかポジティブな言葉が何回も何回も唱えていることによってなぜ効果があるかというと、実はそれが本当の自分、我々の本質である本源である、その性質属性と共鳴するからなんだよね。だからありがとうありがとうっていう言葉がちょうどね、本当はそう思ってなくてもそう思えてなくても、ちょうどねサンドイッチみたいに、またね下の方、つまり本当の自分の本質とその言葉が共鳴して、だん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 その真ん中にそう思ってないようなエネルギーがだんだんそれでね消えていくっていうことがあるんだよね。だからその本質がつながってくるっていう言い方ができる。つまりね、結論から言うと、本当はありがとうなことしか起きてないわけ。ありがとうっていう言葉はね、あるになんっていう字でね、ありがとうっていう表現をしたりするけど、まさにあることが固い、なんありっていうね、そういう表現の捉え方もあるんだけど、これね、なんありっていうのはどっちかっていうと、困難こそが本当の私たちにとってありがたいことなんだよっていうね、そういう意味のね、言葉でもあるんだけど。いずれにしても、本当はありがとうしかこの世界にはない。でも、ありがとうとは到底思えないようなこといっぱいありますよねっていうのが、ある現象に対して人間の視点で限られた部分的な、もしくは自分の中の何らかのフィルターが、その出来事は確かに悲惨な、そしてネガティブな、大変な困難な出来事かもしれないけど、その本質というもの、そのことがもたらしているその本質というものまでを見通してないときに、ありがたいことなんて起きてないこともいっぱいあるじゃないか。なんでみんなありがとうなんだっていうふうにね、人間的な視点ゆえにそうなっちゃうだけなんだよね。だけど、本当の本質はすべてありがたいことしかない。例えば、視野をより広げていったときに、その時は大変だったけど、困難だったけど、あれがあったからこそ、こういうことが身についた、このようなことが学べた、こういう出会いがあった、こういうふうに、成長できたっていうようなね、必ずその究極の本質にはありがたいことしか起きてなかったりするので、だからむしろね、先にその本質を自分が意味が分かんなくても言ってしまうという、そういう効能があるんだよね。で、そうすると後になって、こんなのありがたいと思えるもんかというような否定的な気持ちで向き合っている時以上に早く、あ、本当だ、これやっぱり本当にありがたいことだったわって言ってる時はすぐにそう思えなくても、そういう言葉を唱えていることによって、本質と真実と共鳴が起きて、早く気づきやすくなる。まあもしくはね、そう言った瞬間に、あ、本当だ、ありがたいことだったって。さっき言うまではそう思ってなかったけど、ありがとうって言ってたら、本当にありがたいことだっていうことが見えたよ。感じられたよっていうことがあるんだよね。なので、一つの角度から解説するならば、このありがとうという言葉は本質と共鳴して、その真実を思い出す、そういった効能がある、効果があるっていうね、そういう言い方がまず一つできるよね。それから、これはね、ありがとうという言葉に限らず、その真理、その本質と共鳴するような言葉、これはね、
真言とかマントラなんていう言葉もあるけど、マントラっていうのは言葉を用いる道具ということで、私たちの本質、真実と共鳴するような真理を表現する、その言葉の力でその真実を指し示す、そういうね、効能がある、効果がある、そういうね、マントラっていうのがあるんだけど、このマントラとか、まあもしくは瞑想とかね、そういったものを、その本質がよく分かってなくても、とにかくやることに何か意味があるんでしょうかみたいなね。そういう質問をした人に、アンマがね、言った言葉がすごく、タクボの中に残っていてね。それアンマが何て言ったかというと、そのマントラとか瞑想っていうのはね、まあ結論から言うと、最初よく分かってなくてもやった方がいいよ、というふうにね、発言してんだよね。で、その理由もその後語ってて、例えばあなたがね、家の中で間違って手が電気のスイッチをボンって押してしまったとしても、電気つくでしょうと。このスイッチを押したら電気がつくんだって分かってスイッチを入れても、確かに電気はつくけど、誤って手がぶつかってスイッチを押しちゃっても一応電気つくでしょうと。それにちょっと近いんだよと。つまり、正しくその本質を指し示す言葉を、スイッチを間違って押しちゃったような感じで、最初はよくわかんなくて唱えていても、でもそれでも本質を共鳴して、何らかの形でね、その本質真理というものが、こう、滲み出るようなね、そういったまさに明かりが差し込んでくるように、あなたにも真理の光が差し込んでくるよ、みたいな。そういう意味合いのことを言ってるんだよね。ありがとうも最初は、こんな状況でもありがとうなんて、何度も何度も唱えることがいいって言ってるけど、言えないよなって、もし思ったとしても、あえて、やってみる。まあ、タクボはね、みんなに、ありがとう何十回も何百回も唱えましょうということを推奨してるわけじゃないので、それがもうすごくスッキリしてる人だったらそれをやればいいんだけど、いろんなね、自分がすごくしっくりしている本質真理、まあ、これを普遍意識、私たちの本質、実在である、その大いなる一なる意識の属性、属性っていうのはつまり性質とかね、例えば調和であったりとか、平安であったりとか、分離がないとか、争いがないとか、愛であるとか、感謝であるとかね、そういった属性を指し示す言葉なら何でもいいんだよね。もちろん、いろんなやり方はあるので、まあそのね、細かいことは今回はね、表現しないけど、あなたがしっくりする、その調和を指し示す言葉なら何でもいいのでね、それを何度も何度も、そう思えなくても唱えることによって、自分の今までの自我のエゴの分離意識の視点ゆえに見えなかった、ありがたいという真実が見えてくる、そういう力があるのでね、この質問や問いかけに戻るならば、ありがとうという言葉を何回も何十回も何百回も唱えるということは、確かに今言ったような作用によって非常に効果的な方法で、真理を自覚することを促すね、大きな作用がある。それは正しく本当にそう思えなくても、形から入ったとしてもそれなりにいい効果があるので、自分がどうしても感謝とかありがたいなとかっていう気持ちになれない時でも唱えてみたら、どんなことを感じるかをね、今言ったようなことを理解した上で実践してみると、その確信が深まるんじゃないかなと思うよね。今日のお話は以上です。参考になりましたら、いいねやコメントでお伝えください。またチャンネルのフォローもお願いします。このラジオではスピリチュアル、精神世界ジャンルの疑問・質問なども随時受け付けております。Spotify でお聞きの方は Q&A の項目から、スタイフでお聞きの方はレターでお聞かせください。その他のプラットフォームの方は概要欄にある私のブログにフォームがありますのでご利用ください。また、本当の自分、普遍意識を悟る方法はブログ記事や無料のメールセミナーで公開していますので、ご興味がありましたら概要欄からチェックしてご登録ください。それでは次回の放送をお楽しみに。ありがとうございました。